こんにちは。こん,ちはこんばんは。はい始まりましたオリジンチャンプル金曜日本日のお相手はすっとこどっこい蕎麦ショーとすっとこどっこいプーキーと劇団勢小屋水木です。はいよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ良い天気でね始まりましたけれどもはいはいはいはう早いですね、はい、えツイキャスの方そしてユーストリームの方でも配信してますが、はい、もう早お笑いカレー大好きわらばあさん。 とことこショックにプーキーちゃんに水さんこんにちはこんにちはこんばんはいただいておりますはいありがとうございますブースの外の方にはコウタくんがいるんですけれどもコウタくんより一番早いコメントいただきましたありがとうございますコウタさんもねヘアカットしてヘアヘアカットね髪切ってますねコウタくんコウタくんコウタくんこれ髪切ったのはどこで切ったんですか。

ないんですけどわからないんでねわからないんで僕たちはまあまあ外出ないんで。うん、なんか最近浸透すけっていうコンビがねなんかすごいらしい先輩でしょ浸透すけっていうコンビがじゃないではいちょっと存じ上げてないんですけどなで存じてんだよ存じ上げろそこははいはいはいね、お笑いからカレー大好きアラバンさあしょうくんも髪切ったねって。そう僕も髪切ったんですよこれねめっちゃすごい。まあなんかね10分で すげパて切れるところがあってうん、うん、えそれどこなのあの、あ初めて行ったんですけどキュービーハウスさんっていうところでえっそれ場所どこ

でめっちゃ早いわけやっぱで丁寧にやってくれて、うん、でなんか分からんけどその紙切るカット最中に使った串を差し上げますって,って、うん、えっお串もらったんですよラッキーだでお値段も1000円あ安い安いめっちゃ安くないですか安い,、うん、安いこれねああすごいああこういうねリーズナブルでめっちゃね時間も早く 髪切れるところがあるんだなと思ってそうですね、まあ常日頃髪型とか僕たちは気にしてますからねはい。今日トークテーマが美意識についてということではいはいはい待って待ってその前に髪型気にしてる云々を突っ込ませてよはいなんでも今日とぼける系の毛多くないなんすかなんすかとぼける系の種類多いな気つけてるでしょ僕たち髪の毛え、でもショウさんも気をつけてるって言うんだったらまだわかるけどはいはいはい いやそれをプーキーさん発信で言うとは思わなかったから<う>えだって気ぃ付けてるじゃないですか<ー>僕たち。 僕たちって、ビー意識のために普通にニーズンさんだって育毛剤でねあの髪の毛増やしたりとかやってるじゃないですか。まあまあまだやってないんだよね。僕はまあやってます。あまだちょっと美意識が足りないのかな。うんこんなハゲ散らかしてるのになんでそんなやらないのかな。お前はやってんだいく僕はやってます。お前ビ意識が追いついてないばっかり。トン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 やってます。美が全然追いついてない。まあでもそう追いついてないんですけど、まあそれをやることによってまあビ意識高めるってことですから。うん。 いやいやもう努力が結果に伴ってないわけあ、だからまあそれでもだから B 意識を高めるために常日豪くらいやるということなんですよ。まあまあねはいじゃあ今日メールテーマの方が B 意識はい B 意識ですなんか嫌だな B 意識でちょっと恥ずかしくならなんかラジオやってるっぽいやつさラジオやってるラジオやってるっぽいなんか誰もあるとまあまあわかるもしなんか金かしこまってるなこれがラジオだからなそもそもこういうスタイルをやらんといけない からだからそこのスタイルをな書い,て,ない変えていくっていうのが俺たちだから <laughs> 違う違う違うどんどんリスナーさんを増やしていかんといけんからまあまあまあそうですあ、ね、<ー>あまあそうっすか美意識ですよ、うん、まあ女性のねイメージさん結構多いんじゃないですかはい、はい、そういうところはやっぱねあ<ー>あでもないか男音気がすごいからでも一番やっぱ気,に気をつけてるのは髪の毛 <laughs> 髪髪髪の毛型ねてあるしのあうう一応気をつけてるというか自分がなんか大事にしたいなっていうのは、はい、なんか柔らかい、はい、サラサラしてるっていうのを常に自分の中でそうしたい。 そうしていきたいなっていうのがあってキューティクルねキューティクルそう、艶も結構大事にしてはいなんか女性の髪型ってなんかあの天使の輪みたいなあ、はいはいはい光が当たったんですけど全然できないですね、みずさんえ、できるよほら、できてるさできる、できるいやいや、その頭頂部のハゲがちょっと気になるっていうかあ分け目ねうん、この光ってるところもハゲてるから光ってるんじゃないかっていう違うよ違う違う、こことか ああでも確かにちょっとでいいいいすねはは天使の輪んでそのなんかそういうことにしといてあげるよまあ女の子で逆にできない人っているのこれいるでしょ髪の毛傷んでる子とかは傷んでたら反射しないですかあ全然もう俺はできてるもうあれじゃない髪型によると思うしまあ女の子はなんかこうなんていうんですか下にいってるじゃないですかううんん下にいってるっていう言い方は何か髪が長いから髪がこう下に。 だから反射するけどしない人いるいでいる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 通にだってもう金,<ー>金髪じゃないけど髪の毛染めててめちゃくちゃ傷んでる子ってやっぱいるさ、うん、もう遠くから見てもこの子傷んでるなって思う子とかはかものもう髪の毛自体がくすんでるわけ。はいはいはい ああちょっと傷んでる子見てディスったりするんですかミズさん。ああ悲しい。わこの子傷んでるわ。ダサいなみたいな。リスったりはしないよ。ビー式引くとか。いや思う思う思う。その他でね。あじゃあうち逆に髪の毛染めるのをこう何回もする人ってすごいなと思って。はいあの面倒くさくて自分は。ほう。もうすぐ髪の毛伸びてくるもんだからあのプリンになるのが早いわけ。ああはいはいはい。あの髪の毛伸びて例えばあの 大げさに言うと金にします。はいはい。で根元が伸びてきたら黒くなってくるわけ。ああなるほどね。うんそうそう。あのプリンっていうんですね。プリンっていうんだけどこれをリタッチって言ってここだけ染めることとか可能だわけ。その根元の方だけ染めるのリタッチっていうんです。そうそうリタッチそんなのあるんだ。あるんだけどもうそれすらもめんどくさい美容室に。 ね、行っってやっぱそれなりにお金もかかるしえちょっと待って根元の方だけリタッチってって染めるってことは全体的には染まってないってこと根元<の>だけ根元元々茶髪だったとしたらそういうことかプリンになった時にリタッチをするってことはあなるほどでまたリタッチしないといけないですからねそうそうやっていかないといけないもんだからで<ー>髪の毛も傷むでしょそ,そこまでして色つけたいんだって逆に思うな。 まあまあ<の>そういう人はね染める人は可愛い,いからねまあ雰囲気も一気に変わるし髪の毛を染めたらあ<ー>まあミズさんはそれがめんどくさいというかめんどくさいしについてはちょっとなんかあのねじゃじゃまあまあ私はいやいや私はめんどくさいしなおかつこれ以上何かあのダメージを加えたらハゲかけるから <laughs> <laughs> ハゲのダメージをもう与えたくないんだダメージをあ,あの与えたくないで気にしてるんですね気にしてる髪の毛切ったのも、はい。 髪の毛長いと抜け毛がすごいのほうほうほうなんかねえ女性の方はそれもあるんですねだから切ったのよああガチで悩んでるやしガチで悩んでるよ普通にスポーツ狩りでいいじゃないですかいやスポーツ狩りでもウィーズンさスポーツ狩りだったらもう抜け毛なんてないですよ毎日受けるけどなうちが受けるとかじゃないでしょ毎日会いたいもんスポーツ狩毎日会いたいな毎日ラジオやるやだ ねギリギリちょっと女の子に見えるラインでショートカットにしてああなるほど。でもサラサラなヘアをちょっとなんかお手入れとかされてるんですか？あ一応もうもうトリートメントとかは欠かさないです。この白髪とかどうしてるんですか？白髪生えないわけうち。あそうなんですね。白髪はまだ。もうビンってさ僕もそうですね髪型とかもう髪とあと服。 ああ一パッとできるのってそうだよね本当になんかスポーティーというか、うん、スタイリッシュ <laughs> スタイリッシュって言い方が当たってるのかなそばしょはそんな感じがするよね <laughs> 本当に、うん、ファッションにしろさ髪型にしろファッションはね、うん、<laughs> じゃファッションは結構みんなからあのー 罵声を浴びられるんですよえ、そうですかさっきも深夜さん褒めてませんでしたいやデイジディスっててよリップの深夜さんがさっきねリップの深夜さんお前が言ったのがそばしょうの中の白の T シャツの付け方がダサいって白の T シャツ上からシャツつけるタイプなんですよ僕いつもはい。シャツつけて下になんか白 T とか黒 T とかつけるんですけどその シャツを閉めた時の第一ボタン開けるじゃないですか第一ボタンを開けてから見える中のインナーはダサいっつってああこれはダサいよなこれダサいわお前お前に言われたくないわ俺じゃうお前は今全部ボタン開けてるからいいけどだからこの閉めた第一ボタン開けての見えたらなんかちょっと嫌なんだなまあまあ確かにちょっとだったらタンクトップとかみたいなじゃ開けててもこの丸いやつはダメだから V 字にせえとかね すっきりしてた。ブ V 字にしたらね、俺胸元にね、ほくろがあるから。いや、その問題じゃないさそっから、そっから、けいが入ってるわけよ。で、痛いわけよ。しって入ってきて、抜くのも痛いから。入してるんですよ。だから、お、難しいわけよ。俺も V 字のやつは無理だな。む、胸毛がもう見えるんで。あ、あ、そうなんだ。はい、だから、もう気にするんで、そこは。シャツとかも開けれないんだね。そう、開けれないっす。だから、みずさんみたいに胸元強調するような。してない。してないでしょ。 だって今日だって…たまわり毛生えてますよえみ水さんうん毛生えてるで、しながわ毛がほんと風でなびいてますもんやっと言ってくれた、そばしょうがありがとうマジかでもそれがそそるんすよ、こっちはこっちはおー毛生えてるなーみたいな毛でそそるな生えてないですいいはずってなるんすよ生えてないです処理…あ、処理まだしてないのかなみたいなちょっとまだいいかなってなってるのかなみいな何回言わせば、生えてないとはえ ってないよいや何のチェックやもんでずっと見れば無言でせめて何か口動かせやブーキーはブーキーはブーキーブキはどうですかブーキーブキーああ俺か。美意識まあ俺も美意識の美もないからなでもないってイメージまあそうねでもこいつ風呂は長いこの何回も言うけど風呂は長い。 そこはちゃんとか清潔そまあちょっとうかね。こいつはもうずっと高校時代から服の種類がなかったんですよプーは。服のレパートリーが少なさすぎて僕ら友達みんなで「お前服買いに行こう」と「ジーパンとか履いた方が絶対いい」って言ったらプーキーは「いや俺はもうジーパンとか履きたくないわけよ」。 でもピチピチするし俺あれが窮屈で嫌だわけよ絶対意地で買わんかったんですでも俺も別にねそんなもう別に嫌やって思ってたから、うん、そしたら。 1人の友達が「いやもう芸人やっててこんな服ないってないぜ」って言って「んでライブの衣装も七分丈のずっと家で履いてる服つければ」って言って「これはやばいから俺が説得するからお前も協力せえ」って俺言われてその友達と一緒にプーキーに服買いに行こうっつうなっつってわざわざなんか外出てんか。 八町こっちの景色が綺麗なところで3<え>名で手すりのところでこうやって景色見ながら、うん、その友達がプーキー服買おうぜっつって,って <laughs> だもんだれ <laughs> 一番いいやからん説得の仕方やし、ね、あったそんなのあ,あったそれでああまあそれでか分からんけど何かのきっかけでプーキーが服買い出しとするようになってうんそっからもうジーパンの嵐ね <laughs> ああそうなの、うん、うジーパンしか見たことない浜浜浜もう ジーパンでもさあのなんかこの足足首のところまでキュッてなってるやつあるでしょこれこれねこれ今しょうが来てるやつ足首キュッてなってるやつあれは嫌なんだよなこれ何ってるお前これストレートがいい違うよこれお前最近流行ってるんだよこれじゃあまあだからこのデブには合わんっていうかあまあ体型によるよねそうかる分かるうちも似合わんわけよ <laughs> ジ,ャージ,ジャージみたいな感じで本当にもう裾 <laughs>、はい、足裾の部分がキュッてなってるあ確かに水ずさんは似合わんなそうそう似合わんわけよ水ず <laughs> さん何が似合うんだ <laughs> BK じゃないですか BK ヒップホッパーみたいな感じ <laughs> ヒップホッパーみたいな感じ <laughs> 今の水ずさんのこのファッション的にはなんていうんですかねくくり的にえうちもう本当にシンプルシンプルうんもう,うーんもうなんか面倒くさくないなんかもう普通に好きに履いてシャツです、はい、デニムシャツ いういやいやそこまで開けてないなんか俺俺のスタイルは配送業のおっちゃんスタイルなんですよ俺のおっちゃんスタイルで蕎麦所がユニクロの広告の服をそのまま着てるスタイルそう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 ユニクロの広告のやつをそのまま着けてる知らんやつユニクロの広告のやつはあれ絶対外れないから。 ママね。あ,あれは絶対も定番。一応ちなみにそれユニクロで買っただろうな。これユニクロで買った。<laughs> <laughs> 下もユニクロだし。中もユニクロだし。足も一回上げてもらっていい？足も一回上げます？よくなんかさ、上も紺色、はい、下も紺色を着れるよね、はい。中白だからいいさまだ。 いいよいいよもうディスるなよそんなディスるなよディスるなおいそばしょうは服ディスられたら次回から着なくなるタイプだからな学生時代に高校時代になんか紫色の半袖のジャージがあったんですよめっちゃ気に入っててそ半袖のジャージっすよ違う半袖のジャージってめっちゃかっこいいやしかっこいいジャージのッって長袖じゃないんですよ半袖して色が紫 で、胸元に、何か、なか書かれてたんですけど。ボブマーリーみたいなアルファベット。ボブマーリーの。変な、みたいな文字で、まがまがと胸元に書かれてる。半袖のジャージを、毎日のように着けてたんですよ。気に入ってたんだ。もう学生の時は、で、好きすぎて、もうみんながそれ。 ねえ思ってたんか分からんけどある日突然そのプーキーに服かえって相談あの説得したやつこいつがこいつが一番先に俺もう我慢できんわっつって、え。ー そうお前のそのボブ・マーリーの紫のジャージ死にくそださいぜってそ <laughs> したらみんながもう「我も我もかのように俺も思ってた」っつ <laughs> ってみんなでいじるんですよ俺それで <laughs> うわ最悪だなってなってあ<ー>であるいとこの友達同士に遊んでたら、うん、僕の紫のボブ・マーリーの ジャージを着けてる小学生がスーッてロン前歩いてたんすそしたらヤーの着けてたボブ・マーリーのジャージ小学生も着けてたぜっつってまたいじられて俺それ捨てたんすよいじられたら俺もう捨てるタイプだけどあそうなんだじゃあもうどうすんのお前さっきリップの新夜さんにも言われてミーズさんにも言われてどうすんのお前いやまだまだ足りてないゲージはまだあるからああそうなんだマックスまではいってないしマックスいったらもうやばいよだから今そのマックスで言うと何パーなの ?60 結構きてるねあと40でりいったら俺これ捨てるからなだったらあと2人ぐらいに言われたらもうアウトだっていうねああまあなそこもネックだから俺はこの女の子でパックする人いるじゃないですか顔面にうんやるやるあれやってます水さんうちやるえっあれ変わります逆にうちあれやらなないと調子悪くるえマジでそんな変わるんすかえ え、マジじゃあ俺もやろ俺もやりたいんですけどなんかあれが俺顔でかいじゃないですか、うん、だから鼻付近しか保湿できないんじゃないかって怖さがあるんですよパックをやるとそうパックをやると<ー>鼻のところだけ保湿でもう顔面のここの,このエラのところまで届かないんじゃないかっていう,う目とか半分出てるはずなそうやや半分もこの重ならいみたいないやいやそんなことはない あります？オレ用あります。プーキー用あります。でもさ基本 <laughs> マスクって少し大きめに作られてるわけ。おお<ー>ほうほほ。顔面でかい人間でも。もしかしたらちょうどかもしれんよ。<笑><笑>ちょうど。あだから普段余るやつみたいな。そう,そう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 。えーやってるんです。それおいくらなんですか？あ,あでも七五五から七 パック入りで、400円とか。高いよや、タバコ買った方がいいよ。意識ゼロ円。なんでよ？なんでタバコで選んだば？でも安いっすね。うんうん、安いものはあのそれで買えるし、でなんか一応ピンキリでもあるし、質もピンキリ。高いので悪いものもあるし、この安いのでめっちゃいいものもたくさんあるから。それは一日一回やってるんですかパックは？ これは人によるうちは朝夜やる化粧水の代わりにやる<ー>パックをうちは、うん、でも毎日やらない方がいいよっていう人もいるし<ー>でも,も自分の肌と相談じゃないそれはもう調子がよくなれば<う>まあ使い合ってもいいってことだと思うし逆になんか調子悪いなって思うんだったらはいはい、はい、えパックつけてる時はもう真っ白ですよね真っ白 真っ白のパックで、うん、もうずっと顔とか小顔のローラーとか当てたりするんですかこんななんななかドラマに出た <laughs> <か><ー>女の子がやるみたいななやらない小顔ローラー当ててないんですか当ててないから顔大きいわけよ。<laughs> 自分で言ったらな <laughs> えマジっすか一応俺小顔ローラー当ててますよ俺も <laughs> 意識してて小顔ローラーやってるんですけどどうにか小顔になりたいってもうやりすぎてそれで腫れてこんなになってますよ。<laughs> だからもう努力とさそ、そうそうなんですよ努力と比例しない。比例しないね。だから何事もやりすぎは良くないっていう,まあ、まあ、う,いうことね。化粧水をなじませる時とかにあのマッサージしながらとかはやる。顔を？うんでもやりすぎも良くないみたいよ。顔のマッサージってどうすんの？ どうややってるんですか普通になんかツボをしたりとかちょっと引き上げんうかこうなんか両手ほっぺたブんューみたいな感じでんかさリンパリンパに老廃物がたまるってはいはいはいよく言いますねそれ聞いたことある顔にもあるわけだからその顔の部分とかそのリンパ流すような感じでなんか刺激したらむくみが取れるみたいな感じですよね 撫でて流れよくして流してみたいな、うん、首元になるほど、ねうん、このむくみっていうのを感じたことがないんだよなわからないんだよな<あ>このラインがわからん、うん、リ,リンパとかのむく,むくんでるとか顔がなんかパンパンになってるとかよく言うじゃないですか女性の人俺逆にあ今日むくんでないっていう感覚はわかんない。<laughs> <laughs> むくんでるからむくんでるそうそうむくんでない時がそうそうえ俺これむくんでないのかないやむくんでるむくんでる顔でかい顔でかいってなるから <laughs> お<ー>おちょっとまあね人それぞれですわな,なでもやっぱ女性の方がやっぱ美意識は高いなまあ高めにねそりゃそうだよ、うん、ああさあ本日メールテーマの方が美意識ということで美に関すること何でもよろしいです私こんな B やってます、えー、あ私こんな B やりたいです <laughs> 何でもいいですので <laughs>、うん、はいメールお待ちしてますのでよろしくお願いしますしはいしょ すべて小文字で OR「originatmakfmnaha.jp」となっておりますそれでは一旦た CM ですどうぞ「 F この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けしますビッグワンでの買い物楽しみだなえー、にーにえあ、ヤンキーだだ、陣借りよういや、僕今日お金を持ってないんですよほらよや、今からビッグワンで買い物する人が陣持ってないっかやだ、持ってこいいや、本当ですビッグワンは現金がなくてもエディや英雄オレットでお得に買い物が楽しめるんですだ、やり方ならお し品をいつも安くビッグワン 新人チャンプル金曜日始まっております。よろしくお願いいたしまーす。はい、お願いします。えーえー、さあ、ツ、えー、イキャスの方でも配信しております。シュートさんからこんばんはといただいたます。ありがとうございます。はい、こんにちは。はいえー、ありがとうこんばんは。き <craft> たらこんばんはで返せ。<laughs>

跳ねてる跳ねてるオープニングからずっと跳ねまくってるからね。はい。ネメメさんも来てますよ。あ、りがとうございます。ありがとうございます。すごいね。急になんかね、ちょっとねツイキャス動画の方ではコメントがぐん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 って上がってますけども、この効果はね僕はもうみんなも分かってると思います。はいはいはい。本日ちょっとゲストで。 美にまつわるゲストはい、はい、スペシャルゲストですよすごいですよ、はい、遊びに来ていただいておりますのではい、では自己紹介お願いしますどうもこんにちは美意識の高いメガネロックエですよろしくお願いしますよしくお いやおっしゃ、いやなんでよ、なんでテンション下がってるかやな急に。ラジオ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 。さあメガネロック大矢くんが遊びに来ていただきました。ああ、もう B ですね。B な。確かにプーキーと今ね動画ではプーキーとメガネロック大矢くんが二人並んでるんですけど似てるねこんなに似てるな。似てる似てる。割と顔の大きさも似てる。うかそう。 紙をのせ替えたらもう本当あるかないかでも違いは <laughs>、うん。なんか教科書の落書きとかすぐできそうな感じで。<laughs> <ー>書いたらな。 キャラも似てるしね。キャラ似てない。芸人としてのキャラもな。似てない似てない。似てよや。全然違う。ブリッチ。さあ、ツイキャスコメントではいろいろいただいております。これ。はい。と、お笑い家大好きアラバウさん、兄弟みたいだねと。あ。こうたくんから、よしきはママが好き。あ、そうです。ね、これネタね。ネタのブリッチであるんですよね。あ、そうなんですね。おもろいおもろい。さんって言うんですか。あ、そうです。よしきって言います。 ミズンさんはおまります。一応あのー、オリジンのお笑いライブの時にゲストでいらしてた時に、うん、あ,あのー。はい 素通りしたぐらい。素通りっていう。言い方もうちょいあって。見かけたとかって。すれ違ったぐらい。だからまあまあこういう芸能界というかまあそういうところでちゃんと挨拶しないというのはどうかと思いますよ。水井さんも大家だし、そうやって挨拶して和を広げるってことですから。空気乱すな。急に。はいはいはい。はい。ええじゃ大谷君今日はちょっと告知があってということで、はいはいはい。はいそうなんですよ。僕はあのまあ三月 まで。 FEC っていうお笑いのところに所属してたんですけども7年半ほどそこを3月いっぱい退団しましてそうなのよねこれすごいよねそうなんですよ今フリーという形でフリーでホンに仕事も何もないんですけどフリーになりましていや今から分からんからそれでフリーになって一発目の単独ライブをちょっとさせていただこうかなと思いましてすごいすごいなにあは。 アウトプットというライブハウスでメガネロックは第1回単独ライブマッシュを開催することになりまして僕は髪型がマッシュヘアなんでそこからちょっと覚えていただこうということでマッシュというものにしましてネタあり企画ネタも後半実験ネタっていう形で実験ネタ3事務所の先輩から1人ずつお題をいただきましてそれのネタを作って当日披露するっていうのですごいね FEC 前所属してた FEC からはドラゴン・エマニュエルの省吾さんはははいいい でえー、吉本沖縄からは初恋黒マニオンの松田さんでオリジンさんからは、えー、リップサービスの新夜さんから<あ>直接おなんか僕あのいた,だいたお題でネタ作るんでお題をくださいとお願いしましてそれをお、まあ、無茶ぶりですよね簡単に言だから <laughs> 無茶ぶりをいただきましてそれで えー、この当日にネタをやるということでえ<ー>ちなみにその三人からもらったお題はどんな感じなのいやこれはもう当日までのお楽しみということでのあああ言えないのかただか結構お難しいのからうん、いや、うん、でも全部難しいですねまあ, <laughs> あそうでしょうね一応俺からもじゃあちょっとお題 あげていいあ、なんすか一応聞くだけあのっ待てお前からああ、げたは使うのまぁ今新ネタも作ってるんで新ネタを作ってるからねだからあの俺がやってほしいのは韓流ショートコントみたいなやつやってややっっててるるますよオリジンライブでそれやってそこそこ滑ったやつですよなスト面白がってよ技ではゲスト史上最低得点だったそう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 だそうそうそう 正解オリジンの反省会で、このまあビデオで撮ってるんで、見るじゃないですか。はいはい、でも普通に、まあ、ちょっと、まあ、反応は、まあ。 気持ち悪いっていうか、そういうね、キャラでネタとかやるんで、大家は。だからそれで、あんま受けてないというか、ちょっと反応がいまいちでも、事務所では普通に受けるんですよ。あこいつ面白いなやっぱ、みたいな。キャラが立ってていいな、みたいな感じで。で、最終的に、この江森さんが、じゃあ今回のライブの結果発表します。何点、何点、何点、何点って、格ゲーに行っていくんですよ。で、その時に、ゲストから来たメガネロック大家は、71点です、みたいな。 ゆっくり後輩がすべて話するなお前みたいなそうそうだからいや面白いけどなあれ面白いってわからないのか思ったな。だから1個もらっていい韓流ショートコント1個ですから1個ちょうだい1個道案内っていう誰でもできるやつがあるのでお道案内韓流ショートコント道案内あ韓国来たけど道迷ったなどうしようかなあの人に聞いてみようあのちょぶせよみょんどんちねんだあみょんどんえげたるねんだちゃますぐうちなんちゅう はい韓国者の感のいやうんいいすげえあの笑ってもらっていいですかすげ面白い面白いすごいな、全部韓国語だったあれ適当なんで全部そう適当なんだすごいないや一応そっか韓国映って沖縄っていうボケかそうですねあの分析やめてもらって逆逆ないか逆ないか 沖縄からの韓国語で,でも最近一応でも方言にあ韓国語っぽく聞こえる方言は最近ちょっと見つけまして、うん、お<ー>お一個もらっていい怖い

韓国語みたいにできたら面白いけどあいきますよおけるすごいあわからわからわからのほうがいい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 からいい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 いかんいい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  行ったの、韓国でライブしないわ。一応行ったら、多分僕普通の人になりますよ。韓国人は、こっちでまだ似てるってだけでしかも、しかも、なんか分からんけど、韓国人に見えてくるよな。前々からなんか、韓国人に見えてくるんだよ。ずっと間違えられますね。あの、国際通りとか歩いてると、あの、タックスフリーって送りますよ。普通のレジ並んでるのに、タックスフリーって聞かれて。でも、僕、一応、普通に準内南中なんで、あ、あの、ンで払いますみたいて、ちょっと方言入れて。 「はい、<laughs> お金払います」「<laughs> ちょっと人員で払います」<laughs> っつったら「あ っうまいなこいつみたいな目で見られるしゃべれるんだみたいな頑張ってるねみたいな免税会計だと思われるそうそうそうマジでちょっとそれが最近の悩みですけどああいいですねええええキューしかしの俺さんからも韓国の人形みたいだねと韓国の人形って俺あんま見かけたことはないこのパターンは芝居太郎かかずさんからもいい方いい方とキューグしかしの俺さんもっと面白いなあれとかいろいろねそう面白いですよそうそう めっちゃ面白い。メガネ六個を約一回あれやったことあるんですよ。あのサーキーさんと鈴川ーキットのサーキーさんとあの韓流ドラマショートコントみたいな一回やったことあります。気になる。えそれは何で？あの健栄養で。あ健さん。ああ。ちょっとね昔放送された健さん品の間の CM 前の三十秒みたいな芸人の一芸露のコーナーで一緒にやった。 ことがあってああそれそういうのもあるんですよああなるほどドラマの一ワンシーンをね韓流ドラマのやつ別れを受け入れる韓国人がまあその沖縄っぽいフレーズがちょくちょく入ってみたいで受け入れた時の言葉がそんなそんな青年会っていうそういうのとかが入ってるっていうそんな青年会面白いのまあそんな面白いメガネロック大谷さんの単独ライブがあるということで締めくくるなよ急にまだ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  ああですよでも美意識がね今日トークテーマメールテーマの方も美意識ということでえもうメガネロック大家んは天使郎はそう今日まだ何も手入れはしてないんですよ串で解いてるだけなんでおいしっち串で解くような白があるよ <laughs> うわでも白髪も <laughs> でもねおしゃれでしょ白髪も <laughs> 全部美式が高、ね、全部も<う>いいねけてるおしゃれのあつけてる感じじゃないですか白髪の生え方もいやいやもう全然おしゃれに見えるうん なんだわうんって言ってピースすんな俺に結構遠目から最近彼女とどうなのあ全然仲いい人もづらい人になってるじゃないですか急にでも後でやってそんなプライベートでしゃべりやっもファッションセンスがいいわけよやっかおしゃれなイメージがめっちゃおしゃれんか芸人芸人じゃないんだよな一応芸人とは違うおしゃれだよなんか芸人もどきです もどきだよ。そっちはもどきなんだ。芸人のほうがもどき。まにたまに芸人やらさせていただいて。芸人メインでやれ。でもだからそれがなんか印象残るんだよな。メガネ録をやって。でも前所属してた FEC の時とか結構それは言われましたね。あの結構 FEC の人ヤースガで出てる時が多いんですよ。舞台ショじゃない感じのシとか。シマゾーリとか。イメージが強い。 シャツみたいな結構ラフな格好で出てる中結構僕が気使ってる方だったんでスーツとか着て出るじゃないですか舞台着るな着るなって言われるんですよええそうなんだ格好つけすぎだろみたいなあっもともといた FEC さんではそうなるそうそう「き金ぴらごぼう」ってコみのタイガさんとかよくいたから「生きんないきんな」みたいな「きんな」みたいな感じのタイガの着けてる服もまた面白いそうあれはラウンジな仮面ライダーみたいなねかわいいらしい いよねうん、あれのイメージが強いですけどあそうなんだ FEC さんの方では。オリジンはでもスイーツ着てる芸人っつったらリクエストさんぐらいか。 リクエストっていうもうめちゃくちゃおシャレ芸人がいて存じてあげてますもうだってオリジナル毎回僕行ってますからあ、そうなん毎回来てますよ最後帰る時にさ、大谷がお、大谷はさ、え、ひよいせーんって言ってこうたくんみたいな手振りの振り方で俺に近づいてくるわけ違うあ、違うんだ違がいますよあ、来た来たいや、きっかけじゃないよこれ本人登場じゃないよ こうたくん読んだきっかけじゃないからね。ねあ,あ、いいなあ。おお。まあ、そんなね。こうん、ええー。このおからじゃない。メガネロック大谷んから今日。差し入れを。なんとなんすいただいているんですよ。今日ですね。僕はあの、結構あの、市場周辺うろうろしてるんですけど。こう市場。こ、はい、通りの。はい、そこであの、ちょっと最近はやってる新天地市場本通りっていうところがあるんですけども。うん、そちらの方にある琉球団子ご左衛門さんの羽生大福という。 見たことあるこれ。 おまんじゅうの中がパックリ割れてましていちごが入っててヘビの下みたいになってるハブですねハブの下みたいな SNS で見てるこれそこのハブ大福1個200円なんですけどやっぱ人気で数がなかなかないんですよ今日三個あったうちの二個買ってきましたのでうそうそうそううそ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 うさうそ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 っそう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  他は、あとスタッフさんの分で買った三色団子。ああ、そう、そあそう、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 そう。と、みたらし団子。あ、九点ぐらい買ってるんですけど、なんか、プーキーさん買いに行っていただいた。だったらいいよ、やっ買いに帰る。あ、これ、めっちゃいいやつで、以上、本当に、食べてみて。水木さんえ、大家は食べたことある?。あ、僕食べたことあります。これ、マジで、なんか有名だよな、今、沖縄の。 S. N. S. にも入るインスタ映えみたいな。だから、かわいい。かわいいんですよ。有名なんだ、今、これ。そう、流行ってまし。ていろいろ味があるみたい。エスクと白いのがある。俺。味が違うんだ。味はいいの。あ、いい、いい、いい。じゃんけんするか。あ、え、え、いい、いい、食べていいよ、食べていい。あ、俺、このみたらし団子食から、スタッフにあげる。スタッフにあげる。行ったら、俺もスタッフだしね、もう。

ね大きい一合丸々個入ってますからボリューミーなんですベロがいちごになってるんですけどねまん丸一個のいちご置かれてるからこれも何食ってるかわからなくなるはずないいよ半分食べてるかだからえっ食べれ僕しかいわいやしわやったぜいただきますどっからこうこっちかここはおお頭からパクっていきましたねうまい何何味 いちちちごごごいいい大大福福みたなこれピピンンククのやつ違うんすかはったたかかな何種類あるみいでクリームの入ってるるややつつとかかククリリーームム入っっててもじゃあさんのししれれななないい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 こははらっしゃい。うん どうですか？わ、めっちゃ美味しそうですね。いいね。いいですね。美味しそう。じゃあなんかアンコ自体がベニ入ってんのかな？っていうことでしょ？練り込まれてるってことでしょ？多分。おいしいなんか。うん。食べやすいとっても。いいね。めっちゃうまい。クリームめっちゃうまいしょ。本当に美味しい。ください一回水野さん。水野さん食ってみてください。うちうちのもクリーム入ってる。 いやいや、でもそばしょうが一回口つけた大気がついてる大福を食ってくださいよ。ねえ、どう思う大家さん?。僕もしょうさんの口ペロペロしたいですね。<laughs> <laughs> 気持ちよ。気持ちよ、ね。や、やるなよ。音でわかるように。音、立てろ。マジ歯溶けるからね。<laughs> 本当に。いや、う,うまい、美味しい。 人気だ団ご醤油一日何個か置いてるんですけど結構すぐ人気なんでなくなっちゃうかもしれないんで気になる方ちょっとね検索して見てみてくださいすごく美味しいんでじゃあ自分三色団子いただきますはいあっピンクのやつ食べましたね何味何味ですかどどううお味はこの団子 なし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 はいありがとうございますもうほんとに聞いてた今聞いてた今今聞いてなかったちゃんとちゃんと、これ3色3色3色団子う、全然異常ない聞いてた今聞いてた聞いてないじゃあお前ヘッドホンから何聞いてるかお前周波数の問題ですからいやヘッドホンからこれ周波数流れてないよプーキーさんの音だけ聞こえない聞こえないんだ声だけあマジ ああガガチのやつなんだじゃん。ええガチじゃん。<や>あ,な、ええ、あボケかい。<laughs> もうなんだ欲しいなお前お。本当にヘッドホンが壊れてるやつがあるじゃ <laughs> この中に。いやうまかった。ありがとうございます。はいありがとうございます。美味、えー、しい。わざわざ。いいね 仕入れまでいやもう出させていただけるということでいや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 もう全然全然あの本当にフリーなんで何かに繋がればいいなと思いながらあ,あそっかなフリーだからそうなんですこれあれでしょメガエロックオウェアは内地に行くというか本土で活動するための準備期間というか今う準備期間でいろいろもう先輩方が東京で活動してるんで ちょっと負けたくないっていう思いがもうだんだん高まってきて東京に行こうかなというまあそれで FEC 対談して今フリーで活動してそうですねでいつ頃行くとかなんか一応来年なんですけどいろいろ準備期間ももろもろあるのでちょっと沖縄にいながら東京行ってライブ出たりとかいうのも考えてたりするのでなるほどね事務所探しもそうですけどいろいろやらなきゃいけないのでああ本島の方でねそうですそう頑張りたいなと思ってるんでああなるほどね基本的には向こう行ったりたまにこっち帰ってきたりとかする も繰り返しとかになるのかな。まあ呼ばれたら呼ばれたらあの本当にオリジンチャンプルさんまた読んでいただけるのであれば東京からた全然全然いつでも遊びに来ていいよ僕らなんてもうもう本土でやるライブの告知しに来てもいいし全然おおおお全然いいよ全然いいよいいですかおお全然いい全然いいじゃあプーーさんその時お休みしてもらって。 プーキーさんがいないで僕が喋りたいんですずっと1時間ぐらいプーキーゲストで呼んだらいいよあそうする方がいいですね俺ゲスト十20分から45分までの間にまでも1回見てみたいなじゃどんな感じで回るのか見てみたいな質問ないはずな喋る質問はいじゃあですねそんなメガネロック大家さん ですが、えーうん、単独ライブの方最後にもう一回告知ですねはい、はい、単独ライブメガネロックー 1> 第1回単独ライブマッシュ6月28日木曜日です アウトプットというな橋爪の方にありますライブハウスですねでやります会場が19時開演が19時半となっておりまして料金が前より当ともに1000円でございます1000円で高校生以下半額で当日ワンドリンク別台となっておりますのでよろしくお願いいたしますぜひお願いしますそしてもうもう一回だけ告知ですかあのまあフリーでいろいろこれからやっていかなきゃいけないんですけれどもちょっと YouTube にも挑戦してみようかなと思いましてああダメダメダメなんでよやダメダメあのちょっとあのオリジンがあの やってるから一応よオリジンが YouTube やったら他の YouTuber はダメとかないいででも沖縄芸人で YouTube やったらダメでよいや YouTube チャレンジしようかなと思ってこの FM 那覇さんのスタッフのあさとみむさんと一緒にコラボで動画を撮ることになりましてすごいね2人でチャンネル立ち上げるってことチャンネルというか今後ちょっと定期的にいろいろできればいいなっていうのを第一弾をちょっとさせていただくことになりましてであのキングギュー 牛丼っていうのがすきやさんであるらしいんですけど。それのえっと、は大食い対決というか。大食いをちょっと。二人で。ミムさんと勝負するっていう形のもの。をうでそうそう、ミムさんが結構大食いらしくて。え、そうなんですか。ミムさんが大食いということで、で、僕も結構あの、ふくよかな体験してるので。これもういい勝負になるんじゃないかなと思って。で、詳しいことはまだちょっと決まりしでお知らせするんですけども、場所は FM 那覇さんの方で。 あえていただけるということなので、はい。で生配信もツイキャスなどでまじする予定でございますので、めちゃめちゃいい環境やし。そうなんです。ありがたいんですよ本当に。そっち行こうかな俺。ぜひ。正さんも参加します。 お、やりたい。俺痩せてるから。<laughs> ご飯いっぱい食べれるんだったらそれでいい。で<も><う>負けたらこれ自腹とかそういうのもルールもありますから。じゃあ俺負けるな。<laughs> 絶対負けるな。<laughs> <ー>ぜひ詳しいことはまた僕の SNS ツイッターメガネロックで検索していただきますと情報などつぶやいていますので、はい、ぜひご覧ください。よろしくお願いいたします。はい。ぜひ皆さんよろしくお願いします。ますメガネロック大約第一回単独ライブマッシュですね。六月二十八日ですので。

あなたの夢を叶えるラジオビッグワンでの買い物楽しみだな、ええ、二二円あ、ヤンキーだだ、ジンカよういや、僕今日お金は持ってないんですよほらよや、今からビッグワンで買い物する人が陣持ってないっやかやだ、持ってこいいや、本当ですビッグワンは現金がなくてもエディや英雄オレットでお得に買い物が楽しめるんですだ、やり方なろう ニトリ「<だ>オリジン h o オリジンチャンプルーは平日午後5時から7時まで毎日オンエア沖江通りのスタジオ観覧も大歓迎ツイキャス・ポッドキャスティングならいつでもどこでも YouTube ・ユーストリームから動くオリジンメンバーもチェックしてね「何かを待つかのように」 この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けしました。 チャンプルー金曜日後半戦でございいいままますすすよろしししくおお願願、はい、ちょっと待って、えー、ツイキャスではい、はい、旧串川市の俺さんから「はい、おい翔くん俺も高級和菓子差し入れしたぞ」っていうことで来てるんですけど <laughs> えっこれうあるんすか あ、もうなかった前曜日にあげてるうちの金曜日だからなそう、金曜日の差がね、これがすいません、僕らが自主的に火曜日に行けばよかったんですけど一回顔出して食いに行けばよかったんですけどすいません、ありがとうございますいねいや、あのですねえー、まあまあね金曜日にチャンプル始まってもう何年ぐらいですか何年ぐらいは経ってるとは思うんですけど7年さっきあのゲストでメガネロ公約 がねいらっしゃって遊びに来ていただいたんですけどこのスタジオ内ではちょっと漂ってるんですけど <laughs> <え>あのーあのー、我らがオリジンコーポレーション代表がですね急にスタジオに遊びに来て急にプーキーの横に座るという謎の現象が今起きておりまして <laughs>、うん、僕らパーソナリティはすごく緊張をブルブルで。 口が全然動きません今日どうされたんですかどうされたんですかどうしゅうですキリンデスみたいに言いましたけどありがとうございます2ゲストでしたっけ、今日来るの代表のゲストも来ました、ありがとうございますねあ代表もじゃあせっかくですのであのコーナーがまだ残ってるんで コーナーをちょっと毎年ですねちょっとやってるコーナーがありまして水井さんがどうしてもやりたいっていうコーナーがあるんですよそれちょっと代表も付き合っていただけたらなと思いますのでお願一緒に考えていただけたと思います題してじゃあタイトルいきますねいきましょう題してえ 小屋瑞希の女優への道エロく説明して当てようのコーナーありがとうございます <laughs> はいお願いしますはい、えー、このコーナーはですね小屋瑞希さんが演技の、えー、女優として演技の幅を広げるためにいろんなことに挑戦していこうということで、はい、このエロく説明して当てようのコーナーは水ーーさんしか知らないキーワードを3つまでヒントを言って、うんえー、それを何を言っているのか当てようというこうなってます そして、この三つのヒントの言い方が、エロく説明するという。はい、はい、はい。そのエロく説明したヒントの中で、何を言ってるのか、当てようっていうコーナーですね。はい、代表が好きなやつですね。代表が大好きなやつです。大好きなんす。あの、めっちゃ気ますけど、あの、このエロく。あの、自分が入って、エロえろい、コーナーがいくつかあったと思うんですけど。それの、発端は、もうすべて代表ですから。え、え、どう、どういうこと。いや、そうなのよ。 そうなんですか。どういうことですか、大丈夫ますか。行きましょう。はい。じゃ、三つありますから、一つ目のヒントからいきますか。はい。はい。二つ目のヒント、こちらです。どうぞ。チクチクしちゃう。チクチクしちゃう。チクチクしちゃう。これはどういう、あれですか。チクチクしちゃうっていうのは。ああ、もうなんか。体にですか。体に、体。 ちったゃい体、体がチクチクする、チクチクすると。チクチクするものを当てる。チクチクするものを当てる。当てる。はい。はい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 。なるほどね。じゃ早速もう二つ目、行きましょう。パパ行きのヒントこちらです。どうぞ。優しくほどいて。優しくほどいて。え、後とか残るんですか、それ。あととか。ああ、残らないと思う。 なるほどね。代表は今すごい真剣な顔して悩んでるんですけど。マジで当テニティの。いいっすいいっすいいっす。何でもコーナーとして楽しんでたね。今ちなみに代表が今思ってるこの答え教えてもらっていいですか。わかります。単純にセーターかなと思ったのよ。あああははは。いやそういうクイズじゃないわけ。そういうことですそういうことです。何でもないことを。 六。説明して、それが一体何なのかっていうこと。まあ、でも、今言ってほしかったのは、亀甲縛りって言ってほしかったですね、大体。あの、はい、まあ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 。はい。じゃ、三つ目いきましょう。三つ目。はい。三つ目、ヒントこちらです。どうぞ。たまに。抜けちゃう。たまに抜けちゃう。たまに抜けちゃう。たまに抜ける。はい。一つ目が。一つ目、チクチクしちゃう。はい。二つ目、優しくほどいて。うん。三つ目、たまに抜けちゃう。 たまに抜けちゃうはいえこれは普段僕ら持ち歩いてますかうん持ち歩いてる人もいると思ういると…女性は持ち歩いてると思うこれは身につけるものとかではなくて身につけるものではないですねでも身を整えるものですえほどくひもを紐じゃないんだよなああひじゃないと たまに抜けるたまに抜くわけではなくてたまに抜けるってことですか抜けちゃう抜けちゃうそれ勝手に抜けるってことですか抜けちゃう便利だえ、2は何でしたっけ2は優しくほどく優しくほどくたまに抜けるたまに抜ける代表の顔がとても険しくなっておりますが全然下ネタイプマジにいろんなこと考えるけど全然わかんないな本当ですかこれでもすぐパって入ってくるときすぐ急に来るんですよ答えが急に来るんだ考えてたら うん、ここが金曜オリジンチャンプルの面白いころなんですよ。<laughs> すここでプッシュな,なす。<laughs> <laughs> はいはい。はいじゃあ、えー、僕は分かれないです。か分かりないですか？かりかツイキャスできてます。ツイキャス誰きてます？ええー、少々お待ちください。ツイキャスは。 来てないですねああ、代表が来たからかなえーそうそう嘘嘘です代表あの答え自体は来てますすみませんあの正解は来てないですねえーそばしろダメだお前代表いじったらお前干されるようなほんとに叩かれてるの嫌だけど大丈夫かはいえっとですねピアスということでお笑いカレー大好きわらばさんとコンタさんから来てますが違いますねええなんかな

もうちょっと時間もないんで、もう代表早いですけど。大丈夫です。今これかなっていうの出てます？いや全然出てない。出てないです。もう先に行っちゃって。どういうですか？どっちの意味ですか？答えを。あ、答なんかエロく言ってたのはっちゃって。エロく説明してから。い。さあじゃあ答えいきますか。答えこちらです。どうぞ。ヘアブラシ。ああヘアブラシな。ヘアブラシね。チクチクしちゃう。 ね、あのトゲトゲしてるんで、チクチクしちゃうで、髪の毛の絡まりとかを優しくほどいてもらってで、たまにね、髪の毛抜けちゃったりするあ、そういうことの抜けるってことねはい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 エロいことずっと言ってたからさいやいやそういうコーナーだから代表って言ってたから毎週毎週これ五点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 中畜がちょっと違うな代表だったらどう例えるんですかどうヘアブラシだったらヘアブラシ3つヒント言うとしたら

強い。ごめんなさい。エロいかこれ。エロいか。エロく説明しないといけないですけどね。まあ今のこれ。い。やこれエロいと思うよ。ああ。エロい。そう。じ正解はバイブスかそれ。バカ。あと匂いがする。匂いがする。ああ。どんどん出るじゃないですか。匂いするよ。一番楽しんでる氏代表が。 さあ、というわけで、スペシャルゲスト、本日メガネロッコ大谷君と舞平坊主さんで働きていただきました。はい。はい、メールいありがとうございました。ありがとうございました。はい、また次回のテーマの方は、また各々ね、ツイッター e r でお送りしますので、はいお届けします。SNS チェックよろしくお願いします。というわけで、本日のお相手はすっとこどっこいサバージョンと、すっとこどっこいプーキーと、劇団勢小屋美月でした。ありがとうございました。また次回お会いしましょう。 よいまた来週